雷センサー、フューチャリング、アクエストークピコ。ゆっくりしていってね。ピカチュウ。思ってたんとちゃうやつ。ピカチュウ。20km。皆さん、こんにちは、こんばんは。外房テックです。夏がやってきました。夏といえば夕立。ピカッと光ってからゴロゴロと雷鳴が聞こえるまでの時間を測って、雷までの距離を計算したことがある方も多いと思います。現在では、稲妻の発する電波を解析して、その距離やエネルギーを推定するデバイスがあります。そこで今回は、そんな雷センサーモジュールと、音声合成 LSI を使って、喋る雷センサーを作りました。雷センサーモジュールと音声合成 LSI は、みんな大好き秋月電子で入手できます。すでに、前回、前々回の動画でブレッドボード版をちら見せしていましたが、量産型1号機が完成しました。雷を検知すると、音声合成 LSI による音声でお知らせします。真面目に観測データを記録しようとかいう気は全然なく、稲妻が走ったらピカチュウもどきがなく、たわいもないものです。こんな具合です。ここからは、この声で喋るよ。ピカチュウ。これだけのために、せっせと音声合成 LSI をいじってきたのでした。ということで、喋るということがこの雷センサーの特徴なのですが、音声合成 LSI については、前回前々回の動画で説明してしまったので、今回は重複を避け、音声合成の詳細は割愛します。概要欄にリンクがありますので、ぜひそちらをご覧ください。もう一つ、残念なお知らせ。梅雨の初め、ブレッドボードの試作機段階ではテストしましたが、その時点では感度調整ができていません。なので、どのくらい実用になるか評価できていません。その後、東京や北関東では連日ゲリラ豪雨に悩まされているようなのですが、私の住んでいる千葉くんの電部には、1号機完成後、雷が全然来ません。なので、テストできない。このままでは時期を逸してしまうので、感度調整したテストはできていませんが、この動画を公開することにしました。ご了承ください。では始めましょう。喋る雷センサーの回路図です。まずブロック図で全体の概要を示します。Arduino Nanoコントローラーとして、それと各モジュールが、青い線で示した I2C バスで繋がっています。Arduino Nanoがマスタで、他がスレーブです。モジュールごとに I2C のスレーブアドレスが決まっていて、それで複数のスレーブモジュールが区別されます。雷センサーは、秋月電子の AS3935 モジュールです。このモジュールの詳細は、後で説明します。音声合成 LSI アクエストークピコ LSI で、雷を音声で知らせます。音声を好みの声質に変えるための可変外部クロックです。これは Amazon で入手しました。スピーカーを鳴らす DQ アンプモジュール。ボリューム付きで便利なのでよく使っています。電源は AC100V からノイズが入らないよう電池にしています。手持ちのラジコン用 7.2V リチウム電池を使いました。7.2V から DC-DC コンバーターで 5V を作り、Arduino Nanoを含む全回路に供給します。
006P の 9V 電池などでも OK です。DC-DC コンバーターは手持ちのこれを使いました。ディスプレイは定番の16文字掛け2用の液晶キャラクタディスプレイです。Arduino と IO ピンでつなぐタイプです。このレベルコンバーターは予備です。I2C バスに何か 3.3V 系のモジュールをつなぎたい時のために用意してあります。モジュールは Amazon で安く売っているものです。なお、秋月電子の同様のモジュールは電源ピンの配置が違います。回路図は概要欄にリンクを上げておきます。秋月電子の雷センサーモジュールです。このページで資料は一通り揃います。このモジュールはだいぶ前からあるようで、ネットで検索するとたくさん制作記事や動画が見つかります。なので、特に目新しいというわけではありませんが、それに音声出力を付け足しました。このページにあるライブラリとデモスケッチを利用しました。この雷センサーモジュールは AMS 社の AS3935 という IC を使っていて、40キロから前上までの雷の発生を検出して分析し、その距離とエネルギーを報告します。割り込み信号と I2C でマイコンにデータを送ります。とりあえず、デモスケッチのマニュアル通りに Arduino ので回路を組んで、デモのスケッチを書き込むと簡単に試してみることができます。リセットすると、まずキャリブレーションを行い、LC 共振回路の周波数を 500kHz に合わせます。その後雷を待って、待機モードになります。ところで、秋月から入手できるライブラリですが、秋月のマニュアルは IDE のバージョンが古いので、書かれている通りにはライブラリをインストールできません。Arduino に慣れている人にはどうということもないでしょうが、少し、手こずりました。このディレクトリの下にライブラリのファイルを置けばいいのだということを今回学びました。手順は、こうなります。雷センサーモジュールと Arduino ナノを I2C でつなぎ、割り込み信号 IRQ を D5 ピンにつないでいます。スケッチの該当箇所は以下のようになります。ライブラリのインクルード。I2C アドレスは 0x03。古いバージョンでは00でした。秋月のデモスケッチも古いままなので、書き換える必要があります。感度の設定値。ノイズや誤信号に反応しないよう加減します。レジスタ読み書きの関数。初期化とキャリブレーション。このデバイスは、雷の発する電波のうち 500kHz の成分だけを受信して分析します。キャリブレーションでは、アンテナコイルの LC 共振回路にキャパシタを16段階付加して、500kHz で共振する容量値を求めます。このデバイスには、クリスタル発信機がなく、システムクロックもこの 500kHz から生成されます。受信周波数に合わせることが大切ということでしょうか。さて、ループに入ると待ち受けになり、雷の電波を待ちます。イベントを検出すると、割り込み信号 IRQ が5番ピンに入ります。イベントは振り分けられて、それぞれの処理が行われます。雷を検知したときは、文字と音声で詳しく報告します。
ディスプレイには定番の16文字掛け2用の液晶ディスプレイを用いました。定番と言いましたが、私は今回初めて使いました。手持ちのエレグーのスターターキットの中にこのディスプレイがあったので、そのサンプルスケッチを参考にしました。カメラで撮影するとバックライトが明るすぎて文字が映らなかったので、明るさ調整用半固定抵抗を付け足しています。リクイッドクリスタルライブラリを利用します。使い方はたくさん情報があるので、以下は割愛します。雷検出のメッセージとデータを音声合成 LSI で喋らせます。前々回の動画で詳しく説明しているので、今回は概要だけの説明にとどめます。Arduino なのが音声合成 LSI-ATP301 を I2C で制御します。プログラマブルクロックジェネレーターは Arduino なのの指示でクロックを発生し、音声合成 LSI に外部クロックを供給します。これにより、好みの音程の声を発生させます。ディップスイッチの切り替えで、音声合成 LSI 単独のテストや PC からのレジスタ書き込みができるようにしてあります。使用時は、クロック可変、I2C モード、セーフモードにしておきます。まずは Arduino UNO で、ブレッドボードで組んでみました。雷センサー、フューチャリング、アクエストークピコ。ゆっくりしていってね。雷センサー、フューチャリング、アクエストークピコ。ゆっくりしていってね。これは、キャリブレーションで LC 共振回路が 500kHz となる容量を探しています。56pF の容量が選ばれました。ノイズ多すぎくん。ノイズを検出しました。ノイズ多すぎくん。雷ではない。雷以外の何かの電波を検出しました。雷ではない。梅雨の初め頃、チーバくんの下半身に待望の雷がやってきました。1km。めっちゃ近い。思ってたんとちゃう。雷以外の何かの電波を検出しました。思ってたんとちゃう。実際は近くで雷鳴は聞こえなかったので、感度調整をしないといけないようです。ユニバーサルボードで組みました。モジュールを使い回しできるよう、全部ソケットで搭載しました。音声合成 LSI もテクスツールのバッタもののソケットに乗せます。電源を 5V に合わせます。USB シリアル変換モジュールは必要な時だけ乗せられるようにしています。ダイソーの300円スピーカーを分解して、スピーカーとそのパネルを利用しました。ケースの穴開けが案の定ぐちゃぐちゃになったからです。できました。スイッチオン。ETC カードが挿入されていません。雷センサー、フューチャリング、アクエストークピコ。ゆっくりしていってね。ピカッチュー。感度設定レジスタの値を表示します。ここからは、この声で喋るよ。
はじめにキャリブレーション。ノイズ多すぎくん。ノイズ多すぎくん。ノイズを検出しました。ディスプレイには電源投入後の経過時間と検出したイベントを表示しています。とりあえず雷のない状態でノイズに反応しないように感度を調整しました。ノイズを除外して雷だけを検知するよう感度設定のレジスタを調整します。まず、ゲイン。室内ではゲインを上げ、屋外では下げます。室内のデフォルトより少し高い 0x14 にしました。ノイズレベル。ノイズを除外するレベルを設定します。デフォルトより少し高い 0x4 にしました。そうしないと、ノイズレベルハイが連発しました。敷地。雷からの電波だと認める敷地を設定します。デフォルトの 0x2 にしてあります。ディスターブ、つまり雷以外の電波に悩まされるときは高くしてやります。ノイズを防ぐため、センサー部の電源を本体と分けてみました。乾電池3本で 4.5V です。ETC カードが挿入されていません。雷センサー、フューチャリング、アクエストークピコ。ゆっくりしていってね。ピカチュウ。ここからは、この声で喋るよ。思ってたんとちゃうやつ。思ってたんとちゃうやつ。ライターの火花放電で騙してみます。思ってたんとちゃうやつ。騙されません。ピカチュウ。騙されました。20km。思ってたんとちゃうやつ。思ってたんとちゃうやつ。思ってたんとちゃうやつ。ソレノイドの火花ではどうでしょうか。ピカチュウ。あっさり騙されました。14km。ピカチュウ。14km。ピカチュウ。12km。ピカチュウ。12km。ピカチュウ。12km。思ってたんとちゃうやつ。思ってたんとちゃうやつ。思ってたんとちゃうやつ。あとは本物の雷待ちですが、外棒に雷が来ない。仕方ないので、初めにお断りしたように、この時点でこの動画は公開します。実際の雷でテストできたら追って動画公開できるかもしれません。というわけで、今回はここまで。いかがだったでしょうか。概要欄に回路図とスケッチのリンクを上げておきます。